皆さんこんにちは、シャルムです。いよいよ10月になりましたね。10月になって、今朝はね、割と涼しかったんですけれども、それでもやっぱり日中は暑いですね。暑いです、日中は。やっぱりこの私の地元でも30度ぐらいあるらしいんでね。まあ35度の時に比べたらね、30度ってすごい気温が下がったなとは思うんですけれども、それでもね、10月になってもまだ半袖着てるとは思いませんでした。はい、ということで、10月になりましたので、9月の私の生活費を公開させていただきたいと思います。9月私生活費何にお金を使ったか紐解いていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速参りましょう。固定費から、家賃が 23,330 円、電気代が 5,477 円、ガス代が 2,619 円、携帯が 9,565 円、年金が 16,520 円、国保、国民健康保険が 13,000 円、ユニセフが1,000円で、スマホのデータ代に1300円かかっております。で、合計が 72,811 円です。あのね、携帯なんですけれど、まずね、私機種を変更したんですよ。前のスマホがもう壊れちゃったんで、新しいスマホを買ったんですね。そのお金があるので、携帯代高くなりましたね。9,565 円。Y モバイルだけ使ってた時はね、2000円しない月もあったんですよね。1700円とか1800円で携帯代が済んだこともあったんですけれども、まあ携帯機種を買ったっていう、こう機種変更してね、新しい端末買ったっていうことで、携帯9,565円です。で、あと年金と国保ですね。年金も国保もね、視聴者様から免除される制度があるよっていうふうには教えていただいたんですけれども、私の住んでる地域はね、国保は免除ないんですよ。ないんです。で、年金の免除はありますけど、免除してもらったら将来もらえる金額の半分しかもらえなくなるんですよね。それは嫌なんで、もうちょっと頑張って年金も国保も払おうっていうことで頑張って払っております。はい、固定費 72,811 円でした。で、食費なんですけれども、31,725 円です。もうね、皆さんのことを裏切ってしまって申し訳ないんですけれどね、私断酒を解禁したじゃないですか。で、お酒を飲むようになったんで、また食費が3万円台になってしまいましたね。本当ね、申し訳ないっていう感じなんですけれどね、お酒。まあもうちょっとね、減らしたいですね。はい、ちょっと来月からね、もう純然たる食費とお酒代を分けてちょっと記入してみようというふうに思っております。はい、で、外食費なんですけれども、12,255 円。地元のお店の立ち飲み屋とか居酒屋行きましたね。立ち飲み屋に2,345 円、居酒屋で3,630 円使ってますね。あとね、9月の終わりに私東京に来ましたのでね、東京で食べたものとかのお金がかかっておりますね。はい、ということで 12,255 円、外食費でした。で、日用品は1,661 円。ゴミ袋とかポケットティッシュ買いましたね。あとトイレットペーパーとか、あとクレラップね、サランラップみたいなやつ、あれ買ったりとかしたんでね、1,661 円。まあ日用品はね、2,500 円以下ならいいとしてるのでよしですね。
で、美容費が、ワックス603円以上です。美容費優秀ですね。あの、髪につけるね、ワックス、あの、視聴者様に勧めら、あ、これはね、違う違う、視聴者様が勧めたやつじゃない。このワックスね、いやいや、そうだ、視聴者様から勧められたもの603円で買ったんですよね。あの、楽天ポイント使ったんでね、安く買いました。ワックス603円です。で、服飾費なんですけれども、9210円です。老眼鏡を買いました。3300円。あとね、東京行った時にメゾンドフルールでポーチを買いました。それが4700円ですね。メゾンドフルールのポーチはあのもう5000円以下だったんでね、カードは使わなかったんですよね。はい。で、アクセサリーが550円のピアスを2つ買ったりとかしてますね。で、まあ、ギリ、あの、服飾費1万円以下なら良しとしてるんで、服飾費9210円になりました。で、住居費なんですけれども、5739円。観葉植物のパキラをね、あの、スリーコインズ、スリコでね、330円で買いましたね。あとね、ダイソーが展開しているスリーピーっていう、あの、300円均一のショップがあるんですけれども、そこでね、550円のバッグを買いました。うん。で、あとね、スマホのアダプターとか買ったんですよね。これ1148円かかってますね。あ、で、IKEA でお買い物ね、東京行った時 IKEA でお買い物したんですけれども、それが3185円。あのね、さっき言ったように、もうあの、私5000円以下ならね、あの、現金で払うんですよ。カード使わないんで。っていうことで IKEA で3185円使ってますね。ということで住居費5739円。まあ1万円以下なら住居費も良しとしているので、まあいいと思います。で、交際費が1510円です。あの、東京行った時、弟の家に泊めてもらったんですけれども、弟がね、生もみじが食べたいって、もう、あの、私、広島なんでね、あの、皆さんご存知、もみじまんじゅうが有名ですよね。で、うちの弟が生もみじが食べたいっていうので、それを買いました。それが1204円ですね。あとはね、お賽銭です。あの、お賽銭も交際費に入れてるんですよ、私。うん。はい、ということで、交際費は1510円で済みました。で、医療費なんですけれども、2261円です。あの、持病の病院の診察とかですね、あと、カラコンを買ったんですね。カラコン1098円。こういう楽天のポイントを何ポイントか使ったのでね、1098円で済んだんですけれども、カラコンも一応医療費に入れております。ということで、2261円です。うん。で、交通費なんですけど、交通費が高い。12253円です。あのね、以前も動画でお伝えしたことあるんですけれども、私のバイクがね、壊れたんですよ。一回もうエンジンがかからないっていうことがあって、それであのバイク屋さんに来てもらって、あの修理に出したんですね。そのバイクの修理に9900円かかりました。うん。思ったより安かったんで良かったんですけれども、それでもやっぱり痛い出費ですよね。うん。バイク代に9900円。あとは電車賃ですね。はい。あの、東京行った時もね、あの、JR ね、あの、何線だったっけ？山手線でしたっけ？東京は。ああいうとこ移動したりとかしたんで、あの、電車賃かかってますね。ということで、交通費12253円でした。はい。ということで、合計金額発表させていただきたいと思います。まず、固定費が72811円。で、やりくり費が77,217円。で、合計が15,028円でした。
まあ私ね、常々申し上げておりますけれどもね、生活費13万円以下ならよしとしてるんですよ。でもでね、15万円になってしまいましたね。あのね、あの以前はね、働いていたんで、あの年金もあの保険料もあの給料から差し引かれてたんでね、あのこれを記入することはなかったんですけれども、あの仕事を辞めたのでね、年金も国保も自分で払わなくてはならなくなりました。それがもう3万円近くするんですよね。うん、これ大きいですよね。3万円近くするとね、どうしても生活費13万円以下で抑えるっていうのが難しくなりますよね。で、それに加えて携帯ね、携帯あの新しい機種をね、 iPhone 買ったんで、 iPhone14 Pro でございます。買いましたっていうのがあって、携帯代もボーンと上がって9565円です。うん、そうですね。うん、で、あとそうか、交通費ね、バイクの修理9900円、これも大きかったですね。はい、ということで、あの生活費9月分15万28円となりました。まあ私もいろいろね、これからちょっとあの家計のやりくりっていうのを考えなくてはならないなっていうふうに思いました。はい、というわけで今月9月の生活費公開させていただきましたが、いかがだったでしょうか。今日はね、私ね、あの持病の精神病院の診察だったんですけれども、あの病院の先生に、あの私ね、全然ストレスとか今働いてないからストレスないし、嫌なこと思いをねすることもほとんどないんですけれども、それでもね、なんかね、もう加齢に伴って体が疲れやすくなってるんですよ。なんかね、肩こりがひどかったりとかしたり、なんか知らないけどしんどいなーっていうことがあったりとかするんですね。で、体がしんどいからちょっと気分が塞ぐっていうこともあったりとかして、で、あの精神病院の先生にあのその話を今日したんですね。そうしましたら先生もね、シャルムさんももうアラフィフだからねって言われて、いや、そうなんですよ、もう加齢に伴って体がしんどいんですっていうふうにね、もう50なんでねっていうふうに話をしたんですよ。で、まあ先生もね、それは10年前に20年前のようにはいかないよっていうふうに言われて、先生もね、もう僕も67歳だけど、先生67歳なんですね、もうやっぱりね、38とかその頃のようにはいかないよっていうふうに言ってましたね。もうね、あの今年50歳を迎えるんですけれども、やっぱりね、あの年齢ね、加齢とともにね、日々劣化を感じております。本当ね、まあうちの母にもね、無理しないでねって言われたんですけれども、本当そうですよね。なんかね、気持ちはね、気持ちは20代のまんまなんですよ。ずうずうしいかもしれませんけど、気持ちは20代のまんまなんですけれどもね、体はいかんせん50代に なってるんですよね。もう情けないわって感じなんですけれども、まあね、あの私の視聴者様、あの50代の方も多いのでね、あの何かね、いい健康法とかね、なんかあればぜひ教えていただきたいですね。はい、というわけで、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。気に入っていただけた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。シャルムでした。